皆様こんにちは。私レッドハットの小島と申します。amazon ウェブサービスジャパンの川原と申します。本日はどうぞよろしくお願いいたします。この動画ではレッドハット、エンタ、プライ、デデナックスレールのライフサイクルをご紹介していきます。小島さん、まずはレールの開発ポリシーについて教えてください。はい、かしこまりました。 レルはですね、レッドハットが独自に開発して提供している Linux というわけではなくて、オープンソースコミュニティで開発された Linux をベースとしています。まあ、それがセント OS ストリームというものなんですが、さらにそれがベースとなっている Fedora というものもあったりします。 でそのフェドラもアマゾン l ナックスのベースとなっているんですけれどもそのフェドラであるとかセントウエス,ストリームの特定のバージョンを元にしてレルをリリースしそのレルの長期サポートを提供しているという形になっております。ありがとうございますでは続いて今日の本題になりますレルのライフサイクルを教えていただけますでしょうか。はい レルのライフサイクルはですね基本的には重量課金制のペアス融合およびサブスション持ち込みの BYOS 版どちらも同じものとなっております。でレルにつきましてはメジャーリリースが3年に1回サポートされてそしてそれを10年サポートするという形になっています。 でそのメジャーリリースレル8とかレル9につきましてはその中でもさらにマイナーリリースと呼ばれるレル,ル9.2とか9.4とか、まあ、そういったものがありますがそちらについては基本的には半年のサポートを提供しているという形になっております。 でさらにそのレ e l のマイナーリリースについての補足なんですけれどもレ e l のマイナーリリースでは通常のまあバグ修正であるとか脆弱性修正とかそういったものに加えていろいいろろな機能拡張といったものが含まれまれすでさらにその中にはソフトウェアパッケージの d b s であったりとか、まあ、API や ABI の更新であったりとか、まあ、そういったものが含まれてきます。 まあですので新機能などのリクエストするお客様などはマイナーリリースを適宜アップデートしていただいてそのアップデートしていただいたレールをご利用いただくことで新機能をお使いいただけるという形になっております。そしてそのマイナーリリースが次のマイナーリリースが提供されるまの半年間のサポートを提供するといった形になっております。ありがとうございます日本のお客様からはよく より長くサポートをしてほしいといったご要望もあるかと思うんですけどもそちらについてはいかがでしょうかそうですねやはりそういったリクエストも我々レッドハットの方にお客様から随時届いておりますで、そのためのマイナーリリースのアップデート頻度を緩和するものとして EUS 正式名称にはエクスティニットアップデートサポートサービスと呼んでおりますがそういったマイナーリリースの延長サポートも提供しております でそちらについては特定のマイナーリリース r e l 級で言いますと偶数版のマイナーリリース9.0とか9.2とか9.4とかそういったマイナーリリースが提供開始後2年間のサポートを提供するものとなっており AWS のマーケットプレイスのペアス合で提供している REL についてもこの EUS を、えー、通常の REL のサブスクション利用料金の中で標準でご利用いただけるようになっております。 ただしこの ES をご利用いただく場合この延長サポートを利用しているかといって使用づけでいいというわけではなくて適宜アップデートもその中でしていただいてバグ修正や脆弱性修正などを適用していただくということをお客様にご案内しております。 またその EUS についても含まれるものなんですけれども REL についてはパッケージごとにライフサイクルというものが基本的に定められておりまして REL8 や REL9 とかではベース OS やアプリケーションストリームといったカテゴリーでパッケージのライフサイクルを分けるようになりました。でその中でアプリケーションストリームとカテゴライズされているパッケージの中には例えば 代表的なもので言いますと、よく聞かれます OpenJDK などもありましてその OpenJDK などはレルのメジャーリリースの10年サポートとは独立したサポートサイクルをたっております。 例えば OpenJDK で言いますとリリース後数、まあ、4年間とか6年間のサポートを提供するとか、まあ、そういった10年に満たないサポートを提供するというふうな形をうたっておりお客様にはベース o s の量は10年間のサポートを提供するパッケージはないというふうなところなども随意的にご案内しております。まあ、そういったアプリリケーーションストリームの カテゴリーにどのパッケージが含まれるかにつきましては、まあ、こちらのスライドの記載してまいります URL の方にも適宜ご案内しておりますので、まあ、そちらの方もご興味ありましたらご参照いただければと思います。でさらにはそのベース OS アプリケーションストリームといったカテゴリーされたパッケージは、まあ、全て先ほどご紹介した ES の対象にも基本的には含まれるという形になっているのがおりますのでアプリケーションストリームのパッケージだからといって ES の延長サポートの対象にならないとかそういったことはありませんのでご安心ください。 最後によりあのこの動画をご視聴いただいているお客様がイメージできるようにこのの運用の一例をご紹介いただけますすででしょうかそうかそね、はいえー、特にここのスライドのタイトルでは「クラウド時代のミッションクリティカルなレルの運用パターン」というふうなところを、えー、ご紹介しておりますが、えー、ここでは、えー、レルの最終マイナーリリースにフォーカスをした上でのご紹介となっております。 今のところ、えー、我々レッドアートが公式にアナウンスしているわけではないんですけども、まあ、レールの10であるとかそういったものにつきましては、えー、最終のマイナーリリースが8.10、まあ、点10系のものになっており8.10とか9.10とか、まあ、これは完全に予定なんですが10.10 10とか、まあ、そういった最終のマイナーリリースを5年間サポートするというふうな形になっております。 でプラスしてレ e l の8やレ e l の9につきましてはエクステンディット・ライフ・サイクル・サポート、まあ、延長サポートといったものもありその最終のマイナーリリース8.10とか9.10につきましてはプラスしてさらに3年間の延長サポートを、えー、適宜、まあ、BYOS でもペア推合でも提供する予定といったことをおわしておりますので最長で8年間の、えー、特定のマイナーリリースに対するサポートを受けられるというふうな形になっております。 そういった延長サポートも加味した上えで最終マイナーリリースを渡り歩いていく8.10をご利用いただき最長で8年間利用していただいてその次には9.10らには今後予定おります10.10 10などを適宜アップグレードしてご利用いただくというふうなことも今後できるようになっております。 もちろんあの機能拡張なども、えー、随時リクエストしたいというふうなお客様もいらっしゃるとは思います。まあ、そのためのお客様にはその点10未満の要は点0から点9といったところのマイナーリーズと適宜ご利用いただいてそこで足りないものなどありましたら機能拡張を随時レッドハットもしくは AWS さんの方でサポートケースを挙げていただいてお問い合わせ機能拡張のお問い合わせをしていただければというふうなところをご案内しております。ははいい私からの紹介は以上ととなりりまますありがとうございました AWS 上であってもオンプレミスと同様に最大13年のサポートが得られるということでご安心してお使いいただけるのではないでしょうかぜひ他の動画もご視聴くださいご清聴ありがとうございました